リオデジャネイロ五輪第12日卓球女子3位決定戦、日本対シンガポール、2016年8月16日。卓球女子団体の3位決定戦が16日に行われ、2大会連続の表彰台を目指す日本はシンガポールと激突。第1試合を落とした日本だが、その後3試合連続で制し、3対1で勝ち、銅メダルを獲得した。第1試合シングルスは福原愛 27ANA が登場。ユモンユーを相手に第1ゲームで10連続ポイントなどで11対4でダッシュ。第2ゲームは5対11で落とすと、第3ゲームも苦戦。左右に揺さぶられ3対11で取られた。後がない第4ゲームは攻勢に転じた福原が11対4で奪いタイに持ち込んだが、第5ゲームは3ポイント先に取られると後手に回り、ペースがつかめないまま5対11で終了。ゲームカウント2対3でシンガポールに先手を取られた。第2試合銅は石川佳純23全能が登場。フェン・ティアンウェイを相手に第1ゲームは7対10と追い込まれながらもデュースに持ち込み12対10でダッシュ。第2ゲームは一進一退の攻防から3連続ポイントでリードすると11対6で連取。その流れのまま第3ゲームも11対7で勝ち、ゲームカウント3対0で振り出しに戻した。第3試合ダブルスは伊藤美誠15スターツと福原が出場。第1ゲームを9対11で落としたが、第2ゲームは接戦を展開し、最後はエッジボールで11対9で制した。これで勢いづいた日本は10連続ポイントで11対1で連取。第4ゲームは粘るシンガポールがデュースに持ち込んだが、激しい攻防の末日本が14対12で勝利、メダルに王手をかけた。第4試合はシングルスで伊藤が登場。世界ランク4位のフェン・ティアンウェイと対戦し、第1ゲームから接戦となったが、伊藤が5連続ポイントを奪うなど強打で11対9で先取。第2ゲームも流れをつかんだまま離さず11対4で連取。第3ゲームも伊藤の勢いは止まらず接戦となったが、フェンを倒して銅メダルを獲得した。